施設を海側から撮影道の駅伊藤マリンタウンは静岡県伊東市にある国道135号の道の駅及び海の駅である。駅舎は国道海側に立っており伊東市湯川下水処理場、ホテルサンハトやなどと並んでいる。JR 伊東線車内からも宇佐見駅と伊藤駅の間で見える。温泉施設を併設する道の駅でもあり日帰り温泉シーサイドスパは 海辺の源泉から湧き出す温泉を利用したもので、海を一望できる、大浴場や露天風呂、ジャグジーのほか、マッサージやリフレクソロジー、赤すりなどもある。港湾、伊藤サンライズマリーナが併設され、ヨットなどの小型船舶等で来訪することも可能で、2002年5月には、海上交通網である、マリンロードを構成する宿場町の一つに、また2005年3月には、 伊東海の駅として、国土交通省関東運輸局が推進する海の駅にも登録されている。施設内トイレの利用可能時間は、すべて9時 -2100。北部バザール棟の北端、9時 -1800。バザール棟2階バザール棟1階スパムネ2階スパムネ1階バザール棟1階南部スパムネの南端、南部スパムネの東脇一帯。 スパムネの南隣に受付、待合室。年中無休エビー島マリンタウン株式会社第31期決算、広告、ロムインターナショナル2005、P198、中部の海の駅国土交通省中部運輸局、地域活性化の拠点を形成する重点、道の駅を選定しました。国土交通省、2015年12月23日閲覧、 伊東会の駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。